何回目でしたっけ。あ、そうでしたよね。さすがプロデューサー、記憶力もいいや。それじゃあこの調子で今日のレッスンもよろしくお願いします。おはよう諸君、今日はついにオーディションの初体験の日だな。オーディションは数あるアイドル活動の中でも最重要な活動だ。心してかかるようにな。ああ、それとオーディションを選んだ後に楽曲と衣装を選ぶことができるのだ。楽曲はプロデュース終了までに最大5曲までしかリリースできない。注意してまい。どんな曲で活動するかでイメージは変化するが、最初は君の思うように選びなさい。では初陣での勝利を期待しているぞ。